怖すぎる不気味な絵ナナさん。おお。うわー。え、やーば。怖いもん、ね、これ男性が見るとある一定の方だけ女性が笑ったり。ほ、言ってる感じはしただから。マジ？やばいよ。嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。よっしゃい。はい。よっしゃ。これ始まってる。始まってるの。本日の正義伝は怖すぎる不気味な絵ナナさん。おー、絵がね、不気味な絵、怖い絵ね。世界にはね、恐ろしい絵がたくさんありますから、とても怖いやつをピックアップして今回見ていきましょうという。それでは一つ目こちらです。ビルグミーよ、ビルグミーよ。誰がガッシュベルなの。インノケンティウス10世の肖像画です。インノケンティウス絶対精神に行かれたやつが描いてるとかそういうやつだと思う、うん、そうですね。当たっちゃった。当たってもうた。こちらフランシス・ベーコンっていう画家が描いたんですけど、はい、ベーコンさん、ある人に影響を受けてこういう絵になってしまったらしいんですけど、元の絵はこんな感じなんですよ。おお、普通の絵や。ザ王様みたいなちゃんとね。そうそう、これがこうなってしまう。何、これを書いて誰かにもっと怖く書けやみたいなこと言われてその絵になったってこと。いや、普通にこれを見て書いてこうなったって。まあ一説によると、だからこの人は霊が見えてこうなったのかとか。ああ、伝わる何かが。もしくは本当のインノケンティウス10世の姿が見えたのでしょうかみたいな。やばすぎる。描いた人にはこうやって見えた、うん、なるほど。イギリスの美術評論家デイビッド・シルベスター曰く、ベーコンは元の肖像画を見てインノケンティウス10世が孤立した立場に置かれていると解釈し、元の肖像画における心理的な側面を極端に誇張させて表現したのではないかと説明している。またこの顔のモデルとなっているのは1925年に公開されたソ連の映画で階段から乳母車が落ちて乳母が叫ぶシーンである。二つ目ですね、はい、皮を剥がれるマルシュアス。皮を剥がれるマルシュアス。こちらどうぞ。うわもう残念ですよ。これマルシュアスっていうのは神なんですよ。あ、神様なの。ギリシャ神話の神様で、で音楽の腕に自信があった。それを妬んだアポロンっていう神がいるんです。あ、分かる分かる。音楽の対決を仕掛けまして、勝者は敗者に何をしてもいいというルールにしまして、戦った結果こう負けるわけなんですよね。このマルコスプーロみたいなやつ、マルシュアスが負けるんですけれども、アポロンはこの他の神を買収してやらせゲームでマルシュアスが負けるんですけど、何をしてもいいと言っても制限あるじゃないですか。まあ限度っていうのはあるよ。そう、何をしてもいいっていう限度をぶち越えて皮を剥いで殺しました。で、これもっとね、やばいなって感じるんですけど、これ実はアポロンいるんですよ、この絵。え、いるの。ピシついて見てる子じゃないですか。うわー、カッチマリやらせてんだよ、超こいつ。そう、うわ、もう超こいつ。かっこいいね、でも、カッコイイって。日本語の使い方おかしい。続いてですね、こちら名前はないんですけれども、世界一不気味な絵となってます。この動画の中でも一番ヤバいかもしれない。皆さんこの画像を凝視してください。かわいい。何が不気味だ。めっちゃかわいい。見続けてください。なになに、もうやだわ。もう怖いわ、こういうの。電話買ってくるやつ。でも何、でもわかんない。これダメなんだよ。うわ、なんか怖いな。なんか頭おかしくないですか。ちょっと怒りですか。なんかやだ。ちょっと気持ち悪さ。はい。皆さん見てても何もなかったでしょうか。はい。気持ち悪さ。ちょっとね、なんか一瞬頭おかしくなりそうな感じある。なんか皆さんはまあ普通に不気味だなぐらいにしか見てなかったんですけど、これ男性が見るとある一定の方だけ女性が笑ったり。ほ、言ってる感じはしただから。マジ？やばいよ。いた、ここに。本当にこれが呪われる人らしい。ああ、トカイです。
パキスタンに住む作者の方がいるんですけれども、その方が浮気をしてしまったわけですよ。あで浮気をしたら、次の日に奥さんが亡くなったんですよ。バレて発覚して、いや、そういう感じじゃないですけど、浮気してすぐ亡くなったと。申し訳なさと悲しみで、生前の奥さんを描いたのがこの絵なんです。で、そのままその男性は自分も奥さんのところに行かなくてはという衝動に駆られて自殺をしています。相当な怨念がこの絵に集まっている。うわ、それ聞いてから見ると、わ、怖っ。笑ってみないな。この絵はその後、持ち主が転々としていったが、手にした人全員が爪で首をかきむしって変死するという怪奇的事件が起きたという。まあ今見てる人もそうですけど、笑って見えた方、表情変わって見えた方は本当に危険ですという。怖い、リボン本当に危険だと思うんだよね。危な。続いてこちらの画像をご覧ください。はい、じゃあ人力車の海外版みたいな、パッと見そんな感じなんですけれども、うん、こちらね、人が釣られているんです。うわ、ほんとだ。やばっ、やばくない、本当だ、うわ、やば、全くわかりにくい。絶対わかんなかった。タイトルが釣られた男という作品にして、これを書いた時のもう作者が精神不安定だったと。ああいうことで、多分カモフラージュして、なんかわかりにくい感じで釣られてる人を描いてる。企業に一応ね、貼られたりしたんですよ。重要な書類がなくなるとか、絵が一人に動くとか、そういうクレームがめちゃくちゃ出て、この絵はお蔵入りになったと。続いての画像です。はい、はい、小さな恐ろしい怪物というタイトルですね。うわー、怖えなー。これ、怖っ。え、それアイス、アイス、テーマパークによく見てくださいね。まず目は白目だし、うん、アイスクリームに見えてるのがこれベルなんですよ。ベル、ああ、ほんとだ。いや、ほんとじゃん、ほんとだ。うわ、えぐ。もっと恐ろしいのが、みんな近いからそう見えてる、普通に怖いんだけど、遠くから見ると楽しんでる女の子がアイスクリームを食べてるだけ。ほんと、ほんと見たことない、間違いない、ほんと見に近づくともう白目もあらわになって、これベロでアイスクリームを作る。うわ、いや、うろ、アイス気持ち悪いのそれ。うん、今どうなった、うん、今やばいな、今ね、ドーンって、え、でかっ、でかっ、でかっ、ドーンって、マジめっちゃ叩いた。聞こえてないの、やばいよ、うん、聞こえてないよな、聞こえなかった、いや、マジで聞こえて、いや、俺ドーンって聞こえてた、みんな聞こえてたし、うん、聞こえた、全然聞こえなかった。今やばかったよ、今はやばかった、びっくりしてます、マジやばかった、めっちゃでかかった。ここ最近すごいな、一番ある。6個目に参ります。赤いシミ、うわー、え、やーば、やだ、怖い、もう俺もう溶けてるみたいな、何が、俺もマジ苦手や、こういうの、俺も苦手、これこれはまあ、怖いアフターストーリーとかもないんですけど、シンプルに不気味すぎる、やばいっしょ。今までのはちょっとね、外国感あったけど、ちょっとこれ日本っぽいし、うん、日本っぽいね、炭みたいな感じでしたね。続いて最後ですね。怖い、うわ、もう何これ、これもう意味がわからん、バンジーわかるんだけど、バンジー、こちら、統合失調症に苦しむ人の絵という、いっぱいあるな、なんかツッコミの、なんか世界観がわからん、うんうん、イギリス人のミュージシャンが、まあ、描いた絵なんですけれども、統合失調症に苦しんでいて出来上がった作品がこういう。何をしてんだろうね、まあ、なんか暴力的なシーンのようには感じれるんだけど、うん、で、まあナチスのマークもあるよね、うん、あネズミの尻尾なんて、下なんかネズミの尻尾、いや、それはないな、気味悪いな、ずっと見てると、そう、普通にね、結構気味悪いね、気味悪いっていうか、なんか変な気持ちになっていて、やむっけな、まあ、これあれだよね、ドクターだよね。で、これなんかネズミを刺してんだよね。で、最終的にこれナチスだよね。で、これフリーメイソンだよ。ちげえ、違う、ちげえ、喋りだけだ、ちょっとね、ちょっと、おやおやと思ったけど、それね、フリーメイソンまでの過程、あらない。結局はどの絵もね、こんな感じでアフターストーリーがあるわけですよ。っていうところではね、人工物ってのは全て誰かの思いが入っているということになります。以上です。なんか淡々としてるな、信じるか、淡々としてるな、信じるとかないでしょ、現存するということでね、はい、まあ、絵とかね、まあ、人が作ったものっていうのは、まあ、そういうね、怨念みたいなのが入ってもおかしくないってことだけは頭に入れておいてください。その辺に飾ったってさーっということで、ざっとする、邪魔すんなよ、え、なんかあった逆に今なんかあった逆に、なんもないですよ、なんもないこいつ邪魔しただけです、ちょっとわかんない、あとやっときます。ということで、チャンネル登録がよろしくお願いします。さあ、次の動画でお会いしましょう。ポーズ決まってない。